カムリ県と2001年から2005年の県境、カムリ県は、ウガンダ中南部、ブソガ北西部の県。清賀湖の南岸東部、白ナイルガー東岸に位置し、1974年に、ブソガ州の北ブソガ県として設置され、1979年に、カムリ県に改名された。2005年7月に、東部のブラモギ軍がカリロ県に分割された。 2002年の国勢調査人口は71万2079人でうち2006年以降のカムリ県分は55万2665人。2007年度の外産人口は66万2407人。面積は3443.62キロ平方メートルで 835.12K 平方メートルは水域である。北にブディオペ群。 中部に、ブガブラ軍、南に、ブザーヤ軍の3軍に、カムリ TC を含め18の副軍、104の教区が置かれている。知事に相当する第5地域議会議長は、ムベルスティーブン。県の北部は、牛回廊と呼ばれる、牛の放牧される一帯に属する。住民の80%は、農民で食用として、サツマイモ、落花生、豆、バナナ、雑穀、稲など、 商品作物として、コーヒー、麺か、パイナップル等が栽培され、漁業、落農も盛んである。南東に、イガンガ県、南に、神社県、清賀湖の北に、ランゴ地方のアモラタル県、テソ地方のカベラマイド県、ソロキ県、ナイルの対岸にブガンダのカユンガ県と接する。ありがとうございます。